ここは土佐の日曜市。朝6時から3時ぐらいまでやってるっけ。2時。めっちゃ長いね。今途中から入ってきたけど、今日に至っては明日も休みやから、多分な、遠くからも来てると思う。方がいいかなと思ってあげて、やっぱりやらなくていいやと後悔する。いいよ、いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。熱い？うん、すごい最高な匂いする。めっちゃさつまいもや。まあ、マッキッキ、あんま、うまこれ何個でもいけるかも。野菜も安いな、全部、ね、ほんで美味しそう。ちょっと雑貨屋さんとな、何でもあるな。お母さんもアクセサリーも野菜もおやつも。まあ野菜がメインかな。端っこまで来た。春、端っこまで来ました。長かったね。めっちゃ長かった。いい運動になるわ。端っこは高知城や。春、登れるんじゃん。登れる。登ってる人いんな。どうしよう、ひろみ市場行こっか。うん、戻れた。うん、途中にあったもんな。した方がいいかな。なんかさ、あれやね、いろんなお店で買って、この真ん中の席で食べる。あ、ほんまや、真ん中で食べんねや。美味しかった。美味しかった。でもちょっと人酔いしたわ。人多すぎるな。人に疲れた。ちょっと普段分からんけど、多分特に混んでると思う。3連休の中日やから。3連休の中日。しかも目の前で日曜市やってたし、特に混んでる日やと思う。うん、いや、高知すごいな。どこでも言うやん。香川でも言ったかも、商店街来て。うん、でもめちゃくちゃここすごいねんけど。
い、今日も頑張ってください。はい、はい、皆さんこんにちは。市場からちょっと歩いて高知駅にやってきました。で、目的があって、ここではね、芋けんぴを買いたいと思います。春が前働いてた、まあ、職場の上司の人にねもらったんでしょう、高知のお土産に。高知の出身の人がいて、その人からもらった。でもそっからもう結構ね、もうずっと言ってきたのこれまで。あの芋けんぴ美味しかったな、あの芋けんぴ美味しかったな、美味しすぎて、あのもう一回買ってきてくださいって狙ったぐらい美味しかった芋けんぴで。どこのかちょっと覚えてなかったんだけど、昔の自分のインスタグラムのストーリーたどったらお店の名前が書いてあって、よくやった自分っていう感じで来ました。380g 3つ。これかな。え？食べた。え、高知食品って書いてるよ。書いてるよね。どこに書いてある？そうやんね。合ってる合ってる。いや、なんかオレンジ、全部オレンジ色のイメージやったから。ここか。おお。入ったらあかんやん。え、そうなん？すごいね、ここめっちゃ綺麗じゃん。うん、すごい、ここ新しいってある。新しそうやね。あ、すごい。桜浜、海のテラス。ミュージアムもあるので、胸開いてた。全然顔映らへんかった。あっち見てる。絶妙すぎやろ。立ち位置絶妙。絶対当たらんやん。
ぶりみたい。どんぶりみたいだね。今当たったよね。当たってるよ。冷たーい。どう？これですわい。それやった？これです。このまま全道34砂糖がね、このケープにいっぱいついてるの。特別芋けんぴめっちゃ好きってほどじゃない。春みたいにな。芋けんぴは。でもこれはうまい。芋がねそんなに硬いんだけど、ちょっと柔らかいよね。なんかしっとりしてる。県道14号、針間山方面へ。しっとりしてるわ。この砂糖もうまいんですよ。信号の左方向。あー、高知いいとこやったな、マジで。マジでこれもう一個買いたい。食いしん坊きさらぎっていうところで、これ高知県にあるの、いっぱい。多分高知県のコンビニやと思うけど、高知県のコンビニ兼、お弁当屋さんがあって、あ、書いてあるわ。あ、でも大阪にもあるのかな。泉って大阪にも。うん、チキン南蛮を買ってきました。チキン南蛮弁当、好きなんです。チキン南蛮弁当、いただきます。いただきます。のりかまかかってるのがまたいいね。高知県の絶景を巡っていきたいと思います。はい、またそちらの動画をチェックしてください。お願いします。バイバーイ。